しっかりしろ、目開けろよ、なんか喋れよ、さよたん、さよたん。そんなのないだろう。どうしてさよたんが死ぬんだ。こんなとこで死んでどうするんだ。さよ、俺はお前のこと。さよたん。さよたん。さよた、よかった。私はどうして。これはあの精霊の。そういえば私は彼女と一つになって半身半霊の身なのだから、霊力を満たされれば傷も癒える。でもここまでの回復は普通無理なはずなのに。光太郎さん、あなたが。俺にも細かいことはよくわかんねえけど、セウタ、あんたが死ななくて本当によかった。よかったね、コウ。フキコ、これでもう安心。コウのこと任せられる人ができたから。もうダメなのか。ダメよ。だって考えてもいないのにコウのこと攻撃しちゃうのよ。どんどんものを考えるのも億劫になってるし、体の知恵も効かなくなってきてる。気を抜いたら暴れ出すと思う。月子さん、だからこうお願い。わかったよ、月子。俺が今、お前を解放してやる。分かってる。ありがとう、コウ。
私にちょうだい。甲を飲み干して、私は甲と一つになるの。私を殺して。取り乱すならせめて私の名を呼びなさい。体が動く。フミコたん、すまねえ。そう思うなら今度こそきっちり蹴りをつけて私のところに戻ってらっしゃい。ツキコを連れて必ず戻る。サヨタンを頼んだぜ、フミコたん。どこまでも悪い男ね。でもいいわ、惚れた弱みを許してあげる。うわ、覚悟しろ、アクト。サヨさんと幸せに。
月子、月子、気がついたのか？おい。全部終わっただろ。これ以上月子が何かする必要ねえよ。月子さん、あなたの中の悪しき夢は払われました。これ以上自分を責めることはありません。光太郎さんだってそんなことは望んでないのですよ。ダメ、私から生まれたあの力を、あの怨念を消し去ってしまえるのは私だけなの。あれは私の嫉妬、私の悪い心を核にした闇の獣。このままだとまた悪夢が撒き散らされる。それを防がなきゃ。私から生まれた者たち、一緒に眠ろう。もう誰も傷つけなくていいんだよ。悲しみが消えていきます。これがあの人の本当の願い、光太郎さんへの大切な思い。今なら嘘をつかずに言えるよ。こう、さよさん、幸せになってね。好きか？おい、月子、しっかりしろ、目を開けろよ。大丈夫ですよ。呼吸は浅いですが、この分なら命に別状はありません。本当か、さよた。はい、ですが光太郎さん、このままでは城の崩壊に巻き込まれます。まずは月子さんを連れて脱出しましょう。分かった、行こう。
宝太郎さん。キムさん、みんなも。話は後だ、脱出するぞ。そろそろこの辺は床も危ない。そうね、なんなら宝太郎は私のほうきに乗る。片手で捕まんの危なそうだからやめとくよ。こいつは俺が運んでやりたいし。それならいい手があるわ。それなら宝太郎さんは月子さんをしっかりと抱えててください。私は宝太郎さんを持ち上げて飛びます。ああ、わかった。やるわね、小娘。ですか？いや、なんでも。時間がないのですから、ふざけないでください。すまねえ、ダメ。やった、来なさい。行くわよ。任せてください。ピッ。風の匂いがするな。コタロウ、あの壁の向こうがそこだ。ああ、このクソったれの城から出るぞ。コタロウさん。ああ、月子を連れ帰るためにもこんなところで足止めされるつもりはねえ。これで全部終わりにするんだ。行きますよっと。